精鋭論壇へようこそ。司会の関さんです。サンフランシスコでの米中首脳会談はここ1年で最高レベルの米中会談でした。1年間の膠着状態を経て両国関係は今後どのように進展するのか、そして今後の米中関係はどうなるのか、今日はそれについて議論します。本日スタジオには大紀元時報総編集長の郭君さんと独立テレビ番組プロデューサーの李軍さんをゲストとしてお招きしています。さらにアメリカ対中共危機委員会のメンバーである林行局博士もオンラインで参加されます。番組の前に私たちの動画サイト「鑑真ワールド」のチャンネル登録をおすすめします。精鋭論壇は毎週土曜日「鑑真ワールド」で放送されますので、どうぞご支援ください。郭君さん、今回の APEC 会議前に米中首脳会談で重要な結果が得られたのでしょうか。会議前に多くのアメリカ高官が北京を訪れたため、米中ともに接触を継続したいとの見方がありました。ですから多くの人が今回の会議でアメリカが一部の中国輸入品の制裁関税を取り消すか、または一部の科学技術制裁を緩和するなど、ある程度妥協するだろうと考えていました。しかし会談後、実際にはアメリカは何の譲歩もせず、逆に中国がアメリカの望む条件をいくつか受け入れたことが分かりました。これについて郭君さんはどう思いますか？みんなが予想していたのはお互いが妥協し、譲歩するだろうということでした。例えば、アメリカが一部の中国輸入品に課されている制裁関税を解除するか、あるいは一部の科学技術製品への制裁を緩和するかといった点です。しかし、今回の両国の声明を見ると、アメリカが何らかの譲歩をした兆候は全く見えませんでした。むしろ、中国がアメリカの提案に対していくつかの条件に同意したことが明らかになりました。例えば、ハイレベルの軍事交流やフェンタニルの問題などです。そして、共同声明も発表されず、共同記者会見も行われず、各自で発表を行っている状態でした。今回の会談前、中国共産党、中共は台湾問題を革新の利益と表明しましたが、アメリカは譲歩していません。王毅の説明では、アメリカは一つの中国の原則を堅持するとされていますが、ホワイトハウスの声明では、アメリカは過去一貫して、一つの中国の政策を堅持することを約束するとあります。注意すべきは、一つの中国の政策であり、一つの中国の原則ではないという点です。さらに、両岸が一方的に現状を変えないことを支持するという一文が追加されています。また、中共が要求した台湾独立に反対し、和平統一を支持するといった言葉は含まれていませんでした。私はアメリカが非公式で何かを約束したと考えています。例えば、米中技術交流などがあるでしょうが、これらは具体的には、会の期間、実務レベルで交渉される必要があるでしょう。ここは表面的な部分で、裏で何らかの取引がある可能性もありそうですね。林行局さん、今回の会談と以前の予想との違いについて、どのようにお考えですか？ここで言えることは、アメリカは今回の首脳会談に多くの期待を寄せていました。政治的な側面では核兵器問題や中東問題などで中共から一定の約束を得られることを期待していたのです。なぜならアメリカは中共が背後でロシア、イラン、ハマスを支援していると明確に認識しており、政治的な成果を望んでいたのです。もう一つは軍事面です。例えば中共に対して南シナ海や台湾海峡での妨害をやめるよう約束させることを期待していました。中共は現在経済的に苦しい状況であり、アメリカに対話を求めてきました。しかし、アメリカ本土での交渉となればアメリカが有利な立場にあります。このような状況下でアメリカは中共が何らかの譲歩をすることを期待していましたが、最終的にアメリカも何の実質的な譲歩もしませんでした。先ほど触れた民間交流やフェンタニルの進捗などは表面的なもので、後で詳しく話しますが、総じて言えばアメリカは望んでいたものを手に入れていないと考えています。同時に中共も自分たちが望んでいたものを手に入れていません。習近平は中共のトップとして国際的な評判を回復したいと望んでおり、中共に対するアメリカの理解は不公平であり、その扱いも不公平であると述べました。彼のこの発言は笑い話だと私は考えています。彼は中共トップの視点で中共のメンツを取り戻そうとしていますが、実際にはそれはまるでガヒの中の一匹の妖狐のようです。すでに本質が露呈してしまったので、人間の姿に戻ったとしても誰も信じないでしょう。そのため、この点において一般の人々の中共に対する態度は非常に明確です。ですから、バイデンが融和的な態度を取ろうとしても、元の状態に戻ることは難しいでしょう。過去に陳光誠氏がインタビューでアメリカが再び融和的態度に戻ったとしても実際はそうではなく元の状態に戻ることは難しいと私は考えていると語っています。現在中共は国際的に評判を落としもはや挽回の余地がありません。習近平が硬い言葉を使おうと柔らかい言葉を使おうと国際社会の中共に対する態度は非常に明確です。そして中共自体も過去3年間で様々な自傷行為が露呈し、国際社会もこれでは通常な国として取引できない国だと認識しています。ですからほとんどのアメリカのビジネス界は現在は資金を引き出す方向で中国への投資は考えていません。表向きにはアメリカ政府がこのようなビジネスの交流を促進し、商談なども行っていますが、実質的なものではないと私は考えています。ほとんどのアメリカのファンドは中国からの撤退方法を模索しているでしょう。そのため今回の会談は無駄であり、両者とも実質的な利益は得られなかったと私は考えています。ある情報によると、アメリカは今回の交渉で最も中国と協議したい問題は核兵器だったそうですが、公式声明にはその内容は含まれていません。林行局さん、これはなぜだと思いますか？核兵器は世界にとって最大の脅威の一つだと考えられていますので、アメリカは中国に対してその承諾を得たいと望んでいたのでしょう。例えば、ロシアの戦局が回復不能な状況に陥った場合に、中国が核兵器の使用などを抑制する手助けをすることが考えられます。もちろん、中共がイランの核兵器開発を裏で支援しており、核兵器の脅威を全世界的に防ぐ安全保障の観点から見ると、中国が核兵器拡散を抑制する面で協力すれば、アメリカは外交面で重要なメンツを確実に守ることになるでしょう。実際バイデン政権は外交で中国と建設的な進展を遂げられる手段が見当たらないため、核兵器問題で合意できる可能性を求めていたと思います。現在、ウクライナや中東の状況など国際情勢は混迷しており、バイデン政権は外交で自慢できる要素が乏しい状態です。来年の選挙に向けて民主党にとって有利な状況ではないので、外交で成果を上げることが望ましいと考えているのかもしれません。しかし、現在中共は邪悪な勢力の主導的な役割を果たしており、アメリカとの核兵器に関する協議には応じない可能性が高いです。そのため、アメリカが目標を達成するのは難しいかもしれません。私の知る限りでは、核拡散防止は以前、アメリカの最も重要な戦略課題の一つであり、安全保障戦略の中で常に最優先事項でした。核拡散防止は核兵器の拡散を防ぐことを指し、それには核保有国との緊密な連携が必要です。しかし、現在の核問題は少し異なる傾向があるようですね、李軍さん。そうですね。実際、今回、アメリカの公式発表やメディアの報道によれば、アメリカと中国は特定の分野、具体的には人工知能技術を核兵器に結びつけないことで、合意に達したとされています。それはどの分野かというと、両国が共通して全人類に対する脅威だと認識している領域です。人工知能が核兵器と結びつき、一度制御不能となれば、人類にとって致命的な事態になる可能性があります。そのため、この問題においては、双方が合意に達したと報じられています。ただし、アメリカのメディアは不安視しています。アメリカは合意に達した後、人工知能を核兵器に結びつけないよう努力するかもしれません。しかし、中国が同じようにするかどうかの保証はなく、習近平が約束したとしても、彼がその後実際にするかどうかは不透明です。そのため、この問題がアメリカ人の懸念の的になっているようです。では、なぜ、今回アメリカが中国と核兵器について協議する必要があるのでしょうか。その最も重要な理由は、アメリカ国防総省がまとめた最近の報告書にあります。そこには、中国が2035年までに1500発の核弾頭を製造する計画を進めているとされています。以前、中国の核弾頭保有数は約350発でしたが、2023年5月までに1500発に急増したことが判明し、アメリカは中国の核兵器が急速に増加していることを把握しています。さらに、報告書によれば、ロシアが中国に核兵器製造用として25トンの高濃縮ウランを供与したとされ、中ロが協力して中国の核兵器を急速に拡大させたことは、アメリカにとって大きな脅威です。これが中共の100年計画の一部なのかは難しいところです。これまでアメリカは、主にロシアをターゲットとしていました。なぜなら、ロシアは5000発以上の核弾頭を保有していたため、アメリカも同様に、5000発以上の核弾頭を保有して、自国を守ることができました。しかし、中国が核弾頭を1500発に増やせば、アメリカはロシアだけでなく、中国の核弾頭にも注視せざるを得なくなります。ホワイトハウスのサリバン大統領補佐官も次のように述べています。現在の局面から、アメリカは核弾頭の数量を増やすつもりはない。中ロ合わせて7000発であり、アメリカが5000発であるとしても、数量を増やす必要があるのか疑問だ。アメリカとしては、核弾頭の数量を増やすのではなく、質を向上させることができる。アメリカの核兵器をより高品質、より効率的、あるいはより標的を絞ったものにし、技術を向上させ、これらの面で努力するつもりだ。ただし、アメリカとしては、中ロが核兵器を共同で開発していることには怒りを感じている。実際これには地域安全保障に関する一連の問題が絡んでいます。中国が多くの核兵器を保有し、北朝鮮やイランにばらまいているからです。アメリカの同盟国、日本、韓国、インド、台湾なども核兵器を保有すべきかどうかが深刻な問題となっています。もちろん最大の脅威はおそらく中国にとってでしょう。周辺に多くの核兵器が存在することで逆に脅威が拡大する可能性があります。核兵器の問題以外にも米中両国は上層部における軍事対話の再開を約束しています。興味深いことに以前は中国の軍事対話を担当していたのは李尚福国防部長でしたが、今後誰が担当するのかはわかりません。アメリカのオースティン国防長官が電話をかける相手の名前すらわからないかもしれませんね。李軍さんはそれが誰になると思いますか？以前、オースティンアメリカ国防長官は ASEAN の会議に参加しており、彼は私とコンタクトを取る人が中国にはいないと述べています。ですから、彼はフィリピンの国防大臣とだけ協議し、南シナ海問題をどのようによりよく解決できるかについて話し合っていました。未だに、オースティン氏に対応できる人が中国にはいません。現在、中共内部で国防部長が空席なのは非常に奇妙な現象です。秦剛失脚後、王毅がすぐに引き継ぎました。彼は中央外事工作委員会弁公室の主任であり、外交部長も兼任しています。当初、誰もが李尚福の出来事の後、誰かがすぐに後任に就くだろうと考え、おそらく華英党か劉振立か、あるいは徴用許が一時的に代理となった後、新しい国防部長が選出されると考えていました。国防部長の席が長期間空席のままというわけにはいかないため、アメリカはハイレベルの軍事対話の仕組みを確立することを望んでいます。しかし、現時点でこの人選が決まらないのは、明らかに中共内でバランスを取ろうとしているためです。先日の国際会議、鉱山軍事フォーラムでは、徴用許が数名と会談し、華英党もまた別の数名と会っていました。おそらく習近平は、現在信頼できる後任者がいないと感じているのでしょう。現在のこれらの人々は頼りになりませんね。要するに今、軍事委員会にふさわしい人は誰も頼りにならないと、習近平は思っています。そうですね。少なくとも、彼が信頼する王毅みたいな人が国防部長の職務を一時的に引き受けて、その後で、調整する方法を考えるべきだと思います。ですから、今の状況は本当に微妙で、実際には非常に興味深いものです。今、中国側はアメリカに対中技術封鎖の緩和を求めているのですか？アメリカが中国に対するハイテク制裁と封鎖を緩和することは可能だと思いますか？アメリカ政府関係者によると、この質問に対して、バイデン大統領はとても直接的に答えたと言います。その答えを読むと、直接的であるだけでなく、非常に簡潔だったと思います。バイデン氏は、アメリカは戦うために中国に技術を渡すつもりはない、と述べました。その言葉を直接習近平に伝えたのですか？はい、バイデン氏が直接そう言ったと、アメリカ政府関係者はメディアのインタビューで答えています。つまり、バイデン氏は、中共がアメリカと戦争をしたがっていると考えており、アメリカはこの技術を中共に提供してはならないことをよく知っているということです。ですから、バイデン氏はこれを技術抑制の問題だと否定しています。中共は、アメリカが抑止、制裁を加えようとしていると常に主張してきました。実際は制裁ではなく、国家安全保障の問題です。なぜなら、中共が台湾と戦争をすれば、アメリカは間違いなく軍隊を派遣します。事実上アメリカと戦争をすることになります。そのような状況下で、どうしてアメリカは中共に技術を与え、私と戦ってもらうためですか？バイデン氏はすでにはっきり語っています。中共は、なぜアメリカが、これは経済問題ではなく、国家安全保障の問題だと言っているのか、はっきり分かったと思います。イエレン財務長官たちが中国に行き、アップルの話をしても、技術の話をしなかったのは、これが国家安全保障の問題だからです。中国にはもう一つ約束があります。それはフェンタニルの原料の生産と販売で一定のモニタリングをするというものです。そこで林さんにお聞きします。この麻薬撲滅の問題について中共はこれまで何度も同じような公約を掲げてきました。再び公約を掲げることにどのような意味があるのでしょうか？これがどれほどの意味を持つのか本当に大きな疑問です。過去に習近平は約束しました。その約束をした後、フェンタニルを禁止するために政治的な動きをしました。しかし実際に麻薬密売人を取り締まることはしなかったのです。そのためこれらの麻薬密売人はその後ミャンマーやメキシコのような場所に移され、密売はより地下に潜り、密売人はより悪賢くなったのです。さらに中共の科学専門家たちはミャンマーやメキシコにまで行って麻薬密売人たちがフェンタニルやその誘導体の一つを製造する施設を建てるのを手伝い、その後中国の多くの工場がフェンタニルの原料だけでなくフェンタニルの原料の元も供給しました。実際にはビジネスのやり方が変わっただけで有害なことは依然として行われています。中共はまたこうした麻薬ディーラーの資金洗浄を助ける上で非常に重要な役割を果たしており、中共は裏の資金洗浄組織でもあります。では中共はどのようにしてアメリカと協力し、アメリカの麻薬撲滅に貢献できるのでしょうか？中共はアメリカが混乱に陥ることを望んでいるのです。李さんがバイデン氏の演説について先ほど話されましたが、実に的を射ています。アメリカと中共は伝統的な戦争をしていると思われがちですが、実は中共は超限戦をしています。それは通常兵器や核兵器の問題ではありません。なぜなら中共は現在世界最大の偽情報システムを持っており、世界中にあらゆる嘘をばらまき、あらゆるソーシャルメディアを操作しているからです。また独自のいわゆる文化代表団を派遣して人々を洗脳し、中共の文化を紹介しています。アメリカの一部のエリートはさらに中共を支持し、中共の味方をしています。このような状況では中共の活動する余地を与えているようなものです。ですからアメリカは中共に対してもっとはっきりした認識を持つべきだと思います。この国の安全保障は軍事的な問題だけではありません。全面的に防衛しなければならないのです。実は私はアメリカ側、アメリカ人、民間社会、あるいはエリート集団が中共に対して非常に深い疑念を抱いていると考えています。今回の会見の時、ある記者が会見の前で大声で、あなたたちは中共の指導者を本当に信じていますかと叫びました。その後、記者会見でもある記者が直接バイデン氏に、あなたは彼、習近平を信じていますか？本当に信じていますか？と聞きました。バイデン氏は、彼、習近平を信じているが確認すると答えました。それは習近平の言葉に耳を傾け、彼の行動を観察するようなものです。林さん、アメリカ政府は本当に知らないのか、それとも知らないふりをしているのか、どちらだと思いますか？彼らは知っていると思いますが、バイデン政権はこれまでのトランプ政権の方針とは異なって全体をエスカレートさせない、中共を引きつける、対話をするという党派的な立場を表しています。基本的には昔と同じ考えです。しかし、実は私はポンペオ氏が過去に言ったように、それは信じないでいるべきだということ、信じて検証するのではなく、信じないで検証するべきだという言葉の方が好きです。あなたは信じるならすでに騙されています。信じてから確かめるというのは、騙されたことを確かめることです。中共の WTO 加盟はまず信じて、それから検証するということでしたね。そうですね。検証の結果としては利益は持っていかれました。ですから、まず先に不信感を抱き、防御体制を整え、同時にその行動を観察すべきなのです。これこそがアメリカ国民に真実を与える責任あるやり方だと思います。今後の米中関係についてどう思いますか？中共危機委員会ではこの問題をどのように捉えていますか？今、一般的に見えていることは2つあると思います。1つは中共自体の内部の脆弱性、もう1つは中共が国際社会にもたらした害悪です。私たちは皆より明確なイメージを持っていると思います。だからこそ習近平は今回中米関係は依然として世界で最も重要な国際関係であるなどと強調したのです。しかし現実には米中関係は今それほど重要ではないと思います。重要なのは中共が今直面している革新的問題、つまり中共内部の混乱をコントロールできるかどうかだということです。債務問題であれ、雇用問題であれ、また経済面では各業種が大きな萎縮に直面しており、人民の生活をどう維持するかが中共が直面すべき問題です。加えて中共内部の闘争、中共指導者たちの身の安全を保障できるかどうかなど、中共は一連の内部問題にも直面しています。国際的な包囲網の中で中共がまだ余裕を持てるかどうかは中共自身の存続に関わる問題です。アメリカがさらに平和の象徴であるオリーブの枝を差し伸べても中共がそれを受け取れるとは思えません。なぜならその姿勢は表面的なものに過ぎず、例えばいわゆる軍事対話は表面的なものに過ぎません。そして実は中共があらゆる面で非常に大きな脅威であるとはっきりと認識している人々が米軍内部にも大勢います。彼らはバイデン氏のアプローチに軍内部でも完全には同意していません。対話は必要ですが、そのような対話は非常に表面的なものです。過去にはアメリカは中共の軍隊をアジア太平洋地域でのいくつかの軍事演習に参加させることがありました。今はそれが不可能であり、誰もその状態に戻るとは言えません。外交的にはアメリカはまだ表面上ある程度の進展をすることができますが、実際には彼らは中共に対して多くの希望を抱いていないと思います。軍事であろうと経済分野であろうと彼らは中共に対して何の希望も抱いていません。郭さん、両者の関係の鍵は何だと思いますか？重要なのは信頼関係です。首脳会談の前、報道陣に写真を公開した時、何人かの記者が中国語と英語で中国はアメリカ大統領を信頼しているか、あるいはアメリカが中共を信頼しているかと大きい声で尋ねましたが、この質問にはどちらも答えていません。その後、バイデン氏が記者会見を開いた際、記者が再びこの質問を投げかけ、中共を信頼できるかと尋ねたところ、バイデン氏は信頼はしているが、観察と確認が必要だ、と答えました。つまり、彼らの言葉に耳を傾け、彼らの行動を観察しなければならないということです。ですから、国際政治においては、このようなことは実際によく起こります。通常、友は信頼に頼り、敵は監視に頼るのです。つまり、この答えから、アメリカと中共の関係はまさに、反敵対関係であることがわかります。問題は、中共が過去にあまりにも多くの約束をし、それがほとんど守られてこなかったことです。例えば、今お話に出た WTO 加盟ですが、15年経った今でも、中共が当初約束した条件のほとんどは履行されていないのです。南シナ海の軍事化、アメリカへのハッキング、フェンタニルの規制など、これらはすべて裏で国家が仕組んだことです。ですから、中共が承諾したことはすべて実施できておらず、甚だしくはそれをわざとやっています。アメリカが最も懸念しているのは、中共が以前にもそのような約束をしたものの守られなかったこと、そして今、状況がさらに悪化していることです。ですから、中共はそのやり方を変えることはないと思います。アメリカ人も、中共の約束は何の役にも立たない、強制手段がない、約束が虚偽であるなら、中共の主張はいつでも変わることを知るべきです。したがって、アメリカはその効果的なチェック&バランスを簡単には手放さないでしょう。以前と違って、中共の経済状況は非常に悪く、一息つく必要があります。アメリカがこの一息つく時間を中共に与えたいかどうかが鍵です。内部での議論はまだあるかもしれませんが、本質は競争的で、拮抗している中共との関係が変わることはないでしょう。李軍さん、今後激しい対立が起きると思いますか？それとも中共は今本当に一息つく必要があると思いますか？実は今、私たちはこの会談がうまくいかなかったと言っていると思います。カスさんの先ほどのお話も含めて、私は大賛成です。しかし実際には、中国では中共のメディアがすでに、会談は大成功だったと宣伝し始めています。中共とアメリカが20以上の合意事項に達したという新華社の報道を読みました。その時、私はこう思いました。どうして私たちはアメリカにいるのに、それを知らないのだろう。そこで合意について書かれた文章を読みました。そこには、相互尊重、コミュニケーション、平和的共存、紛争の防止、国連憲章の遵守など、非常に重要な合意が得られたと書かれていました。どういう共通合意が得られたのか、と思いました。中共の公式報道では、バイデン氏が自ら門まで習近平を迎え挨拶し、会談後自ら車道まで送って別れを告げたことが強調されていました。公式メディアはこの歓迎企画、つまり双方が座って話をしたことを強調したいのであって、その結果については中国の報道では全く重要視されていません。王毅はバイデン氏に、習近平と会談した時に微笑むよう頼んだのに、バイデン氏はそうしなかったと、私は個人的に感じています。バイデン氏は習近平と握手した時も笑顔を見せず、ただ普通の顔をしていました。というのも、バイデン氏の顔そのものがにこやかで、韓国のユン・ソクヨル大統領と会った時は、彼の特徴的な笑顔でした。そして今回、彼はごく普通に握手をして、1秒ほど握手をした後、後ろを振り返りました。微笑んでうなずいていました。彼は振り返ってドアまで歩いた後、振り返って記者に手を振りました。通常であれば、二人は手をつないで記者の方を見て写真を撮るはずです。しかし、今回は記者の方を見ずに握手だけしてバイデン氏は中に入りました。記者会見を含め、多くの人が詳細に観察したところ、バイデン氏はその時、相手の話を聞くときは普通の表情をしていて、満面の笑みを浮かべているわけではありません。ですから、私は王毅が帰国したら、バイデン氏を本当に笑顔にさせなかったので、反省文を書くかもしれないと思っています。李軍さんの観察は非常に重要かもしれません。というのも、今回の米中首脳会談は、中共の国内宣伝により大きな効果をもたらす可能性があるからです。アメリカとの関係はめちゃくちゃですからね。そうですね。国内の状況を和らげるために、あるいは国内に対して何らかの説明をするためにこれを利用する必要があるかもしれません。さて、そろそろお時間となりました。非常に素晴らしいご意見をくださったゲストの皆様ありがとうございました。ご視聴いただいた皆様にも感謝申し上げます。次回の番組でまたお会いしましょう。